はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2週目続きをやっていきたいと思います。敗戦に入ったところですね。結局ゾイはやられちゃったのかな。あれでだって生きてる可能性なんてもうほぼないよね結局こっから先は同じ感じになるのかな。でもミアには血清打ってないからね。まあとりあえず敗戦を、探索していきましょう。これ開けて、やつがどこにいるかだよな。いないか。まず、このまま突破してまっすぐ突き進んでいきます。うわ、来た。これ当たるんだよね、ほら1周目と全く同じパターンだな。これ開けて逃げ込むと、で精神刺激薬はいらないと。ここにノートがあるんで見ましょう。多分俺たちは助からない。せめて何が起こったのかだけでも記しておく。昨日は夜シフトだったんで、昼間は仮眠室で寝ていた。夢うつつに子供、女の子の声を聞いたような気がする。気のせいだったのかもしれない。19時半ごろ、やけに廊下が騒がしいんで目が覚めた。機関士のドルーが青ざめた顔で入ってきて、下で何かあったらしい、暴動かもしれんと言った。ドルーは様子を見に出て行ったが、それっきり戻らなかった。19時50分ごろ、誰かの悲鳴。洗濯場を見に行くと、黒い化け物がクラークを食っていた。あいつは振り返るとサメみたいな歯をガチガチ言わせてこっちに向かってきた。俺は女みたいにわめいて逃げた。今また仮眠室で震えながらこれを書いている。何匹も化け物が廊下をうろついている。時折誰かの悲鳴が聞こえるが、もう見に行くつもりはない。俺に書けるのはこれだけだ。序盤に。で、これなんだっけ、使っちゃおう。回復薬、そうかなんか最初と全く同じこと言ってんねで、こっち開けて、で確かにここに、そうハンドガンの弾があって、補充しよう。9発か。あとはこれか。ジャネットへ。やあ元気。この手紙が届く頃には半年ぐらいか。こっちは毎日海ばっかり、もううんざりだよ。変わったことといえば、今回は珍しくお客さんが同乗しているんだ。女の子連れの夫婦で、船長の遠い親戚らしい。タンカーで漁船なんて、よほどお金に困ってるとか。さっき女の子に声をかけたら、横にいた父親にすごい目で睨まれちゃったよ。何をピリピリしてるんだか。そういえば船長、身寄りがないって言ってたような。考えすぎか。早く会いたい。愛してる。ジムより。まあ、これはミアと、もう一人誰だっけ名前忘れちゃったけど。おっさんっすよね。これはここで終わりなので、とりあえずねヒューズを取りに行きましょう。この部屋に入って、おーおお、もういきなりここで出てくるのか。ちょっと待って、ガード、ほら、弱っ弱っアルバート使ってたかんな。すっげえ弱く感じるんだけど、ほら足元外した。よし、頭部を狙えばこんなもんだ。で、汎用型ヒューズを取って、あとはここだっけ、なんもない。ちょっと体力が減ってきてるね。で、マシンガンの弾を取って、もう一個くらいなんかあったよね、なかったっけ、これだっけ。あ、薬液か。で、ここなんもないんだよね。蓋が消えるっていう蓋さ、縦にすればいいのにね。ガードがさ、これよりさ、蓋を使ったガードの方が絶対さ、守れるよね。ここはこれだけだっけな。じゃあちょっと一回出て、まだうろついてるんだっけ。まあいいや、とりあえずヒューズを。ここってなかったっけ。まずここ開けて、なんもない。ここはハーブがある。ハーブを使うか。そうすると、この箱、いいや、壊しちゃおう。ガンパウダー。じゃあまずやることはハーブを使っちゃおう。よし。で、ガンパウダーと薬液をもうくっつけちゃおう。で、ハンドガンの弾補充して、サブマシンガンって確かそれなりに、あいついるね。左側に行ってから大丈夫か。よいしょ、よし、大丈夫っぽい。 OK、
さて、どんどん上に行けばいいかな。どんどん上に行こう。エブリンが待っている。で、こっちは行けないんだよね、確か。あれ、行けたっけ？ 4 階まで行くんだっけ？あ、行けねえわ。3階だった。こう出て、で、この先に、エブリンが待ってると。これ見て。はい。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。わりかし明るいからいろいろ見れるね。セーブできないんだ。見なきゃダメってことだね。こっち行けんの？行けないし。エブリンはこれを見てさ、どう思ってんのかね。こいつ何してんだ。早く見ろよみたいな。ビデオテープ取って、で、見ますか。いや、絶対壊れるよ、このビデオデッキ。テスト、サブジェクト、E001、C トランスポートログ、トップシークレット。なるほど、E001 の、テストサブジェクトって何？テスト課題についてみたいな。で、海を輸送中のログですよと。ミア・ウィンターズ、キャビン、2014年、オクトーバー、05、8時37分 PM。アラン、どんどんひどくなってる。あ、そうだ、アランだ、アラン。きっとやつに攻撃されたとき感染したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そうね、あなたのミスだわ。こいつが何のミスで逃がしたんだかよくわかんないよね。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？そう、エブリンは一応ね、ミアを攻撃できないようプログラムされてますね。ちょっと今あれか、マシンガンの弾か取ったの。特殊工作員アラン・ドロニー、特殊工作員ミア・ウィンターズ、敵性組織によるエブリン奪取の可能性が報告された。中米支部までエブリン移送作戦への、随行を任ずる。移送においては下記を遵守せよ。移送中はエブリンと親子を装い保護監視せよ。エブリンのバイタルは至急のゲノムコデックスで、常時管理せよ。任務遂行困難と判断した場合エブリンを処分せよと、いうことで、一応ミアは何かの組織に所属している工作員ですね。でアイテムボックスは別に何もなかったはずなんで、でもあるの、アルバート01とか持ってんじゃん。これ取ろう。普通のさ、でもさ、ハンドガンの弾ってさ、手に入ったっけ？あれ、サプライボックスとか。これってさ、開封済みのボックスか。じゃあダメだ。防御の極意と牽制のコイン、両方持ってこう。よーし。なぜかアルバートを持っている。まあ、3発しかないからね。近いわね。よし。これはこの向こう側っすね。で、ここら辺は経由して行くんだっけ？あっち行けないからね。で、アイテム的なものは一応探索をしていきましょう。サプリメントはさすがにいらない。アイテムもね、すげえいっぱいあるわけじゃないからね。で、ハーブ。こういう風に盛り付けられてるんだ、ハーブって。いや、絶対さ、こんなん食わないだろう。で、ここは開けられないと。金属溶解液がないと開けられないですからね。で、こっちに来て、で、ここは開かないんですよね。で、ここも金属溶解液がないと開けられないと。さてさてさて。で、こっから、こっち側に行っ
って開かないからここか。過剰代謝してる。リセットしなきゃ。そっちはどうだ。吐射してる。体の質量以上に吐いてるわ。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちまう。いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。分かってるわ。この携帯型の時計ってどれくらい電池持つんだろう。あんまりバッテリーとかは多くなさそうだからね。あれ、これなんだっけ。あ、サプリメントか。サプリメント多いね。で、これがマシンガンの弾。他なんかあったっけ。これ別にまだこっちから出る必要もないしね。ここはこんなものか。で、エブリンを探さないといけないけど、こっちだっけ。うわ、そうだ、こいつらがもういるんだよな。あれ、っていうか装備してねえじゃん。ちょっとセットはいいよ、セットは。サンガード。うわ、遅かった。あ、ちょっと待って、食われた食われた食われた。めっちゃ使うんだよなこれ。一発だけアルバートぶち込むか一番最初は。うお、手がやばくね。手がめっちゃ汚染されてんだけど。あれ、施錠されてる。ここ登ってもしょうがないからね。あ、どこ行くんだっけ。あ、エレベーターだ、エレベーター。あ、いた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 。逃げてった逃げてった。うーん、1階S2。 いや、てかマジ左手やばくね。これ治んないの。これハーブとか使わないと治んないのかな。これ出てくんだよね確か。出てきた。ガード、待って待って、これガード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 。これさ、外に押し出してさ、エレベーターを。これ挟まるでしょ絶対。切断された。やばい、手が予想以上にやばいぞこれ。回復的にはハーブしかないからな。で、ここら辺出てくるんだっけな。とりあえず、いた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 。どうする？ちょっと待って、ガードして、アルバートにしよう。打ち込む。で、あとは、マシンガン。で、ここもちょっとガードしていこう。うわ、痛い。ほら。ほら、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 ほら。はい。あ、これ、捕まれるとあれか。食われるんだな。なるほど。本当にやばいわ今。左手これ本当にやばいわ。あとはハーブ使うか。もうたくあんまり治らないね。おっと出てくるか。ここもやばい。腕か。腕番強いんだよね。これはもうどんどん制圧していこう。タップ打ちで。よし、 OK。 でここも金属溶解液が必要だからダメ。あ、リモコン爆弾だね。来たね。ここだ、リモコン爆弾。リモコン爆弾は有効活用していきますか。で、これがマシンガンの弾。64発装填か。あそこにいるのか。リモコン爆弾は右側ね。よし、もうセットしちゃおう。ほい。で、1個はさすがに取っておくか。
こら辺にアイテムなかったっけで、こいつは死んでる。あれかな、なんとか室に見に行った人たちかな。あ、ここなんかあれだね、柵があるね、柵が。で、この向こうにエブリンがいるんだけど。あら、多分この扉の向こうにいるわ。でも鍵が開かないの。鍵を溶かすのはどうだ。いいね、いけない。いるのは最下層だろう。荷物を調べろ。よいしょっと。ああ、ナイフは持ってるから。ってか、場所を入れ替えよう。ナイフは左。で、アルバートちょっと上にしとくか。あ、アルバート上。で、マシンガンが下。だからこうだな。薬液。そっか、ハーブを使ってしまったのか。ここで回復ペットを作ればよかったね。で、金属溶解器をゲット。マシンガンにしとこう。で、金属溶解液をつけて、おい、近いぞ。ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリン。めっちゃ怒ってる。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。わかったわ、エブリン。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。いいわね。どこなの、エブリン？いや、前にいる、前にいる。エブリン、待って！まずはね、見つけたか。ええ、でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。言った通りだ。大丈夫なの？今お前はエブリンに集中しろ。いけない。よし、ここの下に確か出てきてたよな。ほら、いる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 。ほらららまずはこいつを始末する。これこそリモコン爆弾使うべきだったな。いや、これは大丈夫だ。この距離だったらガードしてくんね。動きさえ読めれば OK。あとはあそこの金属溶解液も開けるか。これ開けて、ここはわりかしアイテムがいっぱいあったはず。マシンガン、ハーブ、こっちにリモコン、リモコン溶解液。どうすっかな、ハーブと薬液はくっつけて回復薬と。リモコン爆弾は3つか今のところ。この先もいるはずなんだよな。いるね。こいつはわりかし普通のやつか。一発ぶつくも、ぶつくのがねあれなんだよねちょっと鬱陶しいんだよな。 OK、いっぱいいるね。これはちょっと待って待って待って置いて、よし、やつはまだ生きてるか。大丈夫か、倒した。エブリン待ってたのかね来るの。2階、3階。S に、あ、はしごがあるね、はしごが。で、3階に行きましょう。これ確か止まるんだよね、途中で。ただいま、館内の緊急保安システムが作動しました。
しょ。さっき倒したやつの破片が散らばっている。で、ここはあれだから、ちょっと一回アランのところへ戻って、確実が閉鎖されてるね。おお、どこ行った？ダメだ、出ない。アラン、アランどこ行ったの？エブリンが上で待っている。エブリン、アップステアーズ。で、こっちの方から回り込んでいかないといけないので、ここに入って、あ、そうそうそう、ここにね、金属溶解液使うやつがあるんですよね。シューッと。で、リモコン爆弾いいですね。本当にリモコン爆弾はね、役立つ。見たい、出た、また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 、強引に行けなかったか。しぶとい。よし。で、ここも、金属溶解器で開けて、何入ったっけ？ここもリモコン爆弾だったっけ？あ、リモコン爆弾だね。ある程度リモコン爆弾はいろんなところから取り出せるようになってんだね。で、こっち確かいたよね。なんかうねうねうねってならなかったっけ？まあいいや。登ろう。いたかもしれないけど、しかと。こっちにアイテムは特に何にもないから、よし、登ってこう。降りる必要はないので登っていきましょう。あとどれくらいいたっけ？てか今持ってるさ、リモコン爆弾とかってさ、どうなるんだっけ？全部なくなるんだっけ？で、ここが今ビデオを見てるとこですね。ビデオデッキあるな。てかテレビとかさ置いてあるけどさ、海の上でテレビとか見れんの？電波とか届かなくね。アランがいる。どうやってここに来たの？まあ確かにそれは分からんな。あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道、俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。いや、さ、お前は信用してる。あのクソガキ、俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。アラン、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って、アラン。これは何を書いてる？エブリン、やめて。今すぐやめるのよ。俺にされた。ただアランって別に襲っては来なかったよね。おお。これで侵食されてそのままっていうのが、それもまたよくわかんないよね。冷静だな。箱がある。これはなんだ、何が入ってたんだ。すげえスマホっぽいけど、めっちゃスマホじゃん。まあいいか。いや、もうやばいわ。ここら辺は何もないから、パソコンを起動させよう。最後のメッセージを送るんだ。これウェブカメラが左上についてますよね。イーサン、あなたに私、嘘をついた、ごめんなさい。
のメッセージをもし見てるなら私を探さないで、私のこと全て忘れて。じゃあ元気でね。よし行くぜ。これからはずっと一緒だよ。これもさ、ビデオテープに撮ってたのかな。すごいよね。これをビデオテープ化したっていうのもまたさすごいよね。これで思い出した？ええ、エブリン。思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでも、これからも、あなたと家族になってならないのよ。じゃあいい。お前なんていらない。めちゃ強気になったよな、思い出したから。まあ、特殊工作員だからね。これでセーブができるようになるのか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。